2024年、4月の16日13時15分ピンとちゃんと合うはずなんですけど、また指に切れ込み入れられてますね。朝起きた時からこういう状態です。それでちょっとね、もう一回そのこれもどの状態になるかっていうのはもうだんだん明確になってきてますんで、もう一回その、まあ、プロ野球業界もそうですけども、これは日本を含めて、海外も含めて、全スポーツの勝ち負け、格闘技の勝ち負けから、私はおります。でこれ言ってから何週間ぐらい経過したら、その辺のところが物事固まるのかっていうところを、見させていただきたいと。で、まあこの文言を言ってる間に、まあそのこの辺とかがね、こう感覚的に皮膚の感覚とか、まあいろいろ来てるなっていうところ、取られてるなっていうのはあるんで。その指先だけのことだけじゃなくて、もうこの状況だったら多分横浜 DeNA さん優勝できないでしょ。だからそういう部分も含めて、対処のしようがないことを、かなり重複して、で元々のルールのところで誰かが多分言い始めたんじゃないですか。その河川水門開式玉地下水流ストレートトンネル発電、僕二十歳ぐらいの頃に左遷行ってるわけじゃないですか。でその方向性で住んでたらよかった、で彼が悪いみたいな形で物事を言ってた人間事実いました。スポーツ業界と、テレビに出てる、出演者等の人たちでね、だすごい悪意を持って言ってるわけでもなくて、じゃあそれだったら彼が悪いみたいなこと平気で言うんですよ。普通にちょっと考えたら分かることなんですけども、経営的なところとかね、お金どれぐらいの費用がかかるとかちょっと考えたら、一個人の力でどうにかできるような話じゃないっていうことはわかるじゃないですか。でそのとにもかくにもそのスポーツの勝ち負け、その弓の状態もそうですけども、この間ニュースで流れた、競馬界の騎手の人、藤岡っていう方ですけども、その落馬されてということなんですけども、以前も見たことあると思うんですよ。インターネット記事とテレビの放送でも放送されてたと思うんですけども、まあ、今年放送された内容では、4月の、先々週の土曜日ですね、落馬して、その4日後に、死亡してと。でその時のそのインターネット記事とかを見ると、その武豊さんとかがその葬儀に出ていて、その髪の毛を見ると白髪がないんですね。だからもっと本当は昔の映像じゃないかなと。その藤岡っていう人の顔自体は何か見たことあるなとは思ってたんですよ。だからテレビの放送の仕方はだいぶその変な放送の仕方をしてる。その能登半島の地震に関しても本当にいつなのか、 YouTube では昨年の、5月5日っていうことになってるんですけど、その映像ももっとだいぶ前に見たことあるような気がするんですよ。もう全然わからないですね。一番最初がいつの本当の能登半島の地震の件だったのかっていうところが、でこの指の傷の入り方とかもそうですけども、もう朝起きたらこれでしたから、で仕組み自体がよくわからない。本当にどう自分の身を守ればいいのかっていう部分も含めて、もっとひどい神がかり的な力の攻撃っていうのはやられましたから、極端な例で言うと左側の肺に穴を開けられていた、朝起きたらですよ。あらかじめその半年ぐらい前からそれを宣言されていて、神がかり的な力とかはよく分かってない状態の時で、それでやられてますから、そのスポーツの勝ち負けにそこまでこだわるのも、その
まあ、以前その外から何回も何回も、一日中絡みに来るやつらがいる自宅の前ではたむろしてる連中がいた夜中とかにもですよ。で、ごちゃ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 、声が聞こえてくると。で、こちらのことも意図的に言っていると。で、まあ、当然腹立つわけじゃないですか。で、その昔の例で、その僕が怒った時に落馬するパターン。それだったら本当はその現場の経営陣とかそういった人たちがするべきであって、なぜそこまでの影響が出てしまっているのかっていうことなんですね。だから武豊さんとかその福永祐一騎手、まあ、彼に関しては僕は怒らされた時に、外から挑発行為でその喧嘩を売るようなことを言ってくる人間は悪いんですよ。これはもう法律でも裁判所でも今まで判例あります。で、その福永祐一騎手は僕と同い年でフルーツラーパークで多分一緒に働いてるか話してるかはもう待つ間違いないんです。その福永祐一騎手のその嫁さんのアナウンサーの人も一応まあ話したことはあったと思うんですよ。で、まあ僕からの勧めで、その G1、海外の G1 は彼が一番勝ってるんですよ、歴代1位で。で、だけども、何回も落馬してますから、もうやめた方がいいと。でもこういう状況で僕も人間だから、これ怒るなって言われたって、これ無理があると。そういう部分を含めて、あとね、そのインターネット記事では3月24日にも落馬した人がいるとか、今出走頭数かなり少ないですから。まあ、けどすごく不自然な落馬とかありますよ。馬の方が急に走ってる時にあれ骨折したのか、馬の方がもう走ってる時にこう足が多分ボキってなったんじゃないですかね。こうもう倒れて、でそのまま走ってた勢いで急にそうなるものですから、騎手の方はもう前に投げ出されるような形で、もともとスピード速いじゃないですか、何十キロも出てるわけですから投げ飛ばされるような形で、あとは後続の馬に踏まれたりでもしたらね、一応福永祐一騎手は踏まれたことはなかったと思うんですよ。ただ巻き込まれるような形で、ただ足とかは体に当たってる、上から踏まれてないだけで、あれ上から踏まれたらね、その馬の馬体重ってものすごく軽い馬でも400キロ台なんですよ。400キロ台前半で、ものすごく重い馬だと500キロ超えるんですね。そんな馬にその踏みつけられた時に人間の体がどうなるかぐらいもうみんなわかるじゃないですか。だからいろんな点を含めてもそうなんですけども、もう一回ちょっとね、そのスポーツの勝ち負け、格闘技界も含めて、オリンピックも含めてですよ、もう私は降りたいと、降りますと、もう関係ないということにしてくださいっていうことを、もう一度、述べさせていただきます。で、そのすぐに効力はあるないのところについて、もしかしたらその役員会とかで、その特にリーグとかですから、例えばプロ野球業界だったらプロ野球機構内でもう彼は関わらせないっていうような形で、彼に関わるようなことを言ったらダメだとか、放送席も含めてですよ。だからその辺のところで、その人が良かれと思って言ってる内容であったとしても、その人ももしかしたら電波で何か聞こえてきてるのかもしれない。だけども、その答えが、その僕のそのホームページとかの記載してる内容を見た時に、その答えがなぜ僕に対して言うこと自体が挑発行為だっていうことだっていうことに気がつかないんですかっていうことになるんですよ。みんなまともに話し合いなんか誰もしないんですよ。その結婚問題のこととかも含めてですよ。それも精神的に参ってるっていう状況で、そこでもう彼にそんな追い打ちかけるようなこと言うてあんなよって、こう解説席で誰かが言ってくれたりとか、そういう心ある対応って誰もないんです。あれだけの試合回数あってですよ。ただそのチームの勝ち負けばっかりに
金の流ればっかりに意識がいっていて、エネルギーの残存量問題とかそういうことに関してその協力的な人間いなくてどうなってしまったかって言ったら、スポーツ業界は拡大してしまったわけじゃないですか。人口は減ってるのにですよ。だからここ近年の例で言うとバスケットボールの話、すずめの戸締まりというアニメ、この間テレビで地上波で放送されていて録画してたんですけど、まあ、僕から の提案で作ってもらったもんですけども、新海誠監督に。で、その地震が発生した時にそのスマートフォンでね、着信通知が来た時とか、そのスマートフォン持ってなかったとしても揺れてるとか、そういう風な場面があるんですけども、一瞬だけバスケットボールで体育館でバスケットボールをしてるシーンがあるんですけども、その人たちは何にも言わない。地震のことに関して揺れてるとか何にも言わない。ただただバスケットボールしてる。だからそのシーンを見た時に、僕の今まで言ってた内容とかを全て理解した時に、その地下の空洞化が年間200億トン分ぐらいできていると、それは資源の採掘で、そりゃそうでしょっていうことぐらい誰だって分かるはずなんですけども、それを今度はテレビのニュースがごまかし始めて、能登半島の地震も本当に本当のところいつ発生したものなのかが分からない。で、まあ、動画の出し入れかもしれませんけども、ジョーブログさんの、出演してる人はもともとフルーツフラワーパークで、働いていたもので、まあ、僕より年下の人だと思うんです。1歳か2歳ぐらい、1998年ぐらいですね、一緒に働いていたのがナスと呼ばれていた人だとは思うんですけども、ちゃんと受け答え、未来の時間塾からの僕からの受け答えとかはしてるんですけども、ちょっと話が噛み合わなかったりする時あるんですよ。2024年ですかって、最近アップロードしてますけどもって言った時に、2024年ってだから、だからその時は撮影してる現場だから、その後自分が動画の出し入れを知るだとか、そういうふうなことがわからないからそういうふうな返答をしているのか、何なのかがちょっと僕もよくわからないんですよね。その能登半島の件に関しても彼は撮影に行ってるはずですし、成人様と雅子様が現地を訪問されている以上、ここある程度近年であることは間違いないんでしょうけども、それは去年かどうかは正直わからない。いろんな映像が混ざってますので、もう動画の方では2023年5月5日っていうことになってるんですけども、コメント欄を見た時に被災地の人たちのことをすごく心配されている人たちのコメントと、あと本当に心ないコメントも見かけるんですけども、そのもしかしたらその5月5日っていうのも嘘だと知ってる人たちが、そのフェイクニュース、テレビの放送の仕方の我慢の限界が来て、そういうふうなコメント、せっかくのゴールデンウィークは台無しだっていうようなコメントを見かけたんですね。普通はその地震があって現地の人たちがとんでもない目に遭ってるその状況で、そのようなコメントを普通書き込むかっていうとまずいないと思うんですよ。で、そのなぜそのコメントをそういうふうに書き込んでしまったかのことを考えていくと、それ本当はもっとだいぶ前やでかもしれないんですよ。だからもうちょっと僕も何から対処したらいいのかのところで、とりあえずこの間は台湾のそのカレン県っていう、どっからどこまでカレン県なのか本当わからないですよ、もうこうなってきたら。で、映像もだいぶ前から見たことあると。で、逃げてきた人で、ご老人の人で、オートバイに乗って逃げてきて、来ていた人で、周りの人に誰かタバコ貸してくれって言っていて、とにかくタバコ吸いたかったんでしょうね。で、タバコ吸ってらっしゃって、まずは字幕で、そういうふうな字幕が出てきた後に、本当にタバコ吸ってるから、ああ、この字幕の内容で言ってる内容合ってるんだなと。その字幕の内容と喋ってる内容が全然違うことっていっぱいあるんですよ、報道って。そこからの確認で、
その映像自体かなり昔に見たことあるんですよ。これも、もしかしたらもうその1998年フルーツラパークで働いてた頃かなっていうところまで。だからその時の、だから分からない、映像をいろいろ混ぜ込んでる、だから可能性があるんですよ。周りの車とか見たらものすごく古い車だとか、例えば能登半島の地震でも、そのスズキのね、昔のアルトっていう軽自動車、の車種っていつまで生産されてましたっけ？もちろんそのいつ購入して云々とか、人によってはめったに乗らなくてとかもあると思うんですけども、もうそれ見てますから、能登半島も。いや、この時期にまだ乗ってるかなとか、それは正直ありますね。本当にすごく古いタイプのアルトですよ。じゃあ何年前なのっていう話になります。まあ、カレン県の方に関しては YouTube で僕が言うことによってテレビで放送しなくなりました。能登半島の件どう思います？さすがに僕そこまで現場見に行くっていうのはちょっと応募不可能ですね。いや、だからまあ分からない部分はたくさんあるんですよ。その実際にその以前に、去年にその震度6弱だとか震度5強だとかの地震があったとして、その後今年、1月1日に、大地震、震度7っていう表記の、最初は震度7で表記されてたんですよ。さすがにそれはないと思います。力の係数は ×32 倍なので、震度1から震度2に対して、で震度2から震度3に対しても ×32 なんですよ。だから震度1の力が1だとすると、震度2で32ぐらいなんですね。厳密に言うと31.6なんですけども、かける次それに32、まあ約32をかけるんですよ。そしたら震度1と比べて震度3は力の係数は100倍以上になるんですよ。100倍以上、100倍ぐらいですね、100倍ぐらい。で、その次は震度3のその100に達した数字にかける32なんですね。だから3200倍。震度1に対して力の係数が。その次もかける32で表現するから、だから、もう昔はもともと震度1、震度2、震度3、震度4、震度5、震度6までの表記だったんですよ。だその間のその数字の差が大きすぎるか、これどこからどこまでがその震度5だと思います、震度4だと思いますがあるんですね、気象庁の人たちの中にも昔あったんです。でそれで震度5強だとか震度5弱だとか震度6強だとか震度6弱だとか、そういう表現をするようになったんですね。で、今年の1月1日に流れた内容に関しては、最初は震度7っていう表記だったんですけども、震度6の時点で、力の係数が億に達してるんですね、震度1と比べると。それに32かけたらどうなるか分かるじゃないですか。10億まで達してたかな、震度6で。ちょっと待ってくださいね、僕も今単位間違えてるかもしれませんので、それホームページは係数に利益の97番の上の方の欄に、アクセスしたところ、すぐのところに力の係数のことの表記、それは、しています。ただ、震度7っていう数字は、それはちょっとありえないんですけど、マグニチュードの方でいくと、大きな地震って9.1とか、マグニチュードですよ。それは震源地のその発生地点のその力のエネルギーの係数であって、それは地表じゃないです。地表でその9点いくつだったら、その震度9とかの話になってきますから。ただそのマグニチュード9点いくらで、その確か海の底が震源地だったと思うんですけども、例えばスマトラ沖地震だとか、ああいった地震では22万人の方が以上、22万人以上の方が亡くなられています、大津波が発生して。ちょっとその精神的にもスポーツの勝ち負けに取り組める状態ではないのと、
それとその他球団のことをいろいろ言ったわけじゃないですか。で、それによって無理がありすぎるっていう状況が出来上がってますので、もうここで、もうスポーツの勝ち負けから降りますと、これ一回宣言させてください。それで、何ヶ月どうなった、こうなったっていうのを見てみなかった、わからないです。役員会議とかで話まとめなかったら話が通らないのか、何なのか、スポーツ庁で、ね、ちゃんとまとしっかりとまとめてるのか、もうその辺のところですね。スポーツ庁長官の方なのか、それともその上の、省なのか、もう分かんないです。正直、その大リーグのところまで巻き込まれてるわけじゃないですか、明確に見えるところで、ね。だからもうその辺のところも、その海外も海外で、彼を電波でつなげてはダメだっていうことをしっかりと、定義づけて、コントロールできるはずなんで、一応宣言してみて、ちょっと何ヶ月か経過するのを見てどうなるかを見させていただきますね。以上です。一応皆さん、チャンネル登録だとか、着信通知の設定だとか、着信通知の設定がわからない方は、身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたり、で、いろんな人たちに、青江さんの動画一回見た方がいいと。これ、スポーツ業界の人たちとかも責任問題をなんとかで、やっぱり巻き込まれたりしています。法律をたどっていくと、そうなってるんですよ。ただ、法律的に見ると、僕の立場ってどう考えてもそこまでじゃないんですよ。だから、そのスポーツ業界に、その選手として参加するときに、そこは本当にお金が動いてるのであって、多くの国民の税金が投入されてるのであって、ほとんどの、スポーツは。で、そこのスタジアムに対して使用料を一応払ってますけども、それでもそのペイできるかって言ったら不可能なんですよ。もともとの固定資産税とか法人税率とかの話を考えると、それ込みで考えると、もう絶対無理です。だから人口ずっと減っていってるのに、体育館があるのに新しく体育館を作ってる、そのバスケットボール専用の、もうしてることはめちゃくちゃなんですね。とにもかくにもスポーツの勝ち負けから降りたいのと、あとはエネルギーの残存量問題の件で、物事を発信していくぐらいしか私にはできません。もともと本当は1990年の、バブル崩壊、阪神・淡路大震災が発生する5年前なんですけども、その頃に、もうこんな状況無理だっていうことになって、バブル崩壊なんですよ。こんな無茶苦茶なお金の回し方無理だっていうことで、多分海外から言われたんじゃないですか、国際司法裁判所とかの判断とかで。正直、テレビのニュースで何が足りてないかって言ったら、国際司法裁判所とかの判例ってテレビで放送したこと、皆さんまず見たことないでしょう。明確な内容、その時点で無理なんですよ、この世の中。何がどうなってるかほとんどの人がわからないですから。テレビのニュースなんか全然本当のこと、かいつまんだ内容しか言わないですよ、全然。政治倫理審査委員会とかこの間開いて、で、その辺の書類とかちょっとしたものだけは載ってるのであって、何に使用したとか、不記載のところとかで、それはもともとダメだっていう話とかも全部不可解にしか思えないんですよ。だって、もともと裁判官だった人とか国会議員とかになってるんですから、そんなのその人たち絶対知ってるわけじゃないですか。で、水面下で表だって言えないぐらいの内容の件、エネルギーの残存量問題、なぜ万博を開いているのかっていうところ、一応参加国もだいぶ減ってくれたみたいですけども、あれだけ去年からもうずっと僕は
あれこれ言ってましたけども、だからまあその辺のところで影響が本当にあったのかなかったのかのところも僕じゃ分からないんですよ。国会議員のその立場の人とかそういう人じゃなかったら。もうそのとにもかくにも、そういうわけで、スポーツの勝ち負けから本当におります。で、まあ、現場の皆さんで、対応してください。テレビ見ただけでそのスポーツの勝ち負けにつなげたりするのもやめてください。あと報道番組とかを見てるときに、例えば「報道ステーション」を見てるときに、ね、背もたれを使用しただけでもう体に呪いが入ってきます。もうそれもやめてください。喋ってなくてですよ。あと完全にその能登半島の人たちの件で、僕がしたことに関してはその2024年の1月1日のその発生した地震のその内容っていうのを真に受けて、2024年の1月1日の16時、過ぎに地震が珠洲市で発生しますっていうことを伝えてましたし、輪島市の人の朝市の人たちにも何人かに伝えています。2024年って伝えてるんですよ。2023年の年末までに逃げてくださいって。で、その内容に関してもっと前の時間軸の、僕からしたらですよ、もっと前の時間軸の11月14日の、総理とかに岸田さんの方に言わなかったら国が動くわけがないから、岸田さんに断片的な映像で伝えていて、自分の音声喋りながら言ってる時もあったんですけど、思いっきり顔を撮られて岸田さんの顔は綺麗になってるんですよ。で、その時岸田さん笑ってしまってるんですね。言い方でわかる、信じるっていうことを笑顔で言ってるんですけども、だからまあ言い方とかでも声震えながら、もうその時その地震の映像を見た時に、その未来の時間軸運動のとこ、スーパーコンピューター系富岳もなぜ神戸市に設置されていたかの部分も僕にとっては謎ですし、なぜ僕はそういうふうな立場になってるんだのところのその説明が誰からもない、今もずっと物事が進行している。で、それについて総理としては安心させてあげるために笑顔で言ったのかもしれない、その話信じるって。だけど実際その時顔を思い切り取られてるんですよ。で、時間軸を超えてその総理の顔綺麗になってましたから。ただしそれ本当は能登半島の地震本当は前やでとかそういうことかもしれませんけども、けど岸田さんはだいぶ慣れてますから、未来の時間軸から淡井圭介のその声だけじゃなくて、頭の中のよぎってる内容、ナレーションの声が頭の中よぎるでしょう。それが映像に映ってる人たちに時間軸を超えて聞こえてる可能性もあるから、そういう、ナレーションが流れてますとか、海外の人に向けてはこういうふうな字幕が日本で放送されてますとか、そういうふうに伝えてます。それしなかったら、その字幕の内容と喋ってる内容が違う状態で、その字幕の内容が相手に伝わってたら、話めちゃくちゃじゃないですか。だって昔の戦争がさも今起きたかのように放送してるんですから。そういうところまで警察官の人たちは、理解していて動いてくれていたのかっていうところで、一部の人たち、兵庫の警察署の人たちが有馬警察署に来て、これ見せたら安心するからっていうことで、テレビをね持ってきてくれたんですよ。車輪付きで土台付きでね、こうガラガラガラって出してきて、状況分かってるよっていうことで、ちゃんと通報してくれたらいいからっていうような内容で、もっとその酷と言ったらいいんですかね、そのひどいって書いて酷じゃないですか。僕もこれ慣れるまで大変だったんですけども、その字幕読んでる内容で、その自分がいつ死亡してるかテレビに出てる人分かっちゃうんですよ。未来の時間軸で、いついつに誰それさんは何歳で亡くなりましたの放送があるでしょ。それ見てる時に伝わるから、それで向こうは返答してくるから、そこで一応僕は何年の淡井圭介ですって、何年に、テレビでそういうふうに放送されてますっていうことを、伝えるようにしました。心の声で、まだ自分がいつ死んでるかが分かっていた方が
いいかなという考え方ですね。ただ最初はそれはもうテレビつけてられなかったですよ。こんな立場誰か担ってくれるんですか、今後。以上です。いろんな意味でね、僕の動画を見ていただいていた方がいいと思います。今日は、雨の予報がされてたんですけども、今のところ途中までは曇ってたんですけども、今のところはまだこれぐらい、空雨降る気配は今のところはないですね。この状況を皆さんどう思われますかって、まあ天気のことについてもだいぶ述べてますね。テレビの放送の仕方とかからコンピューターが割り出して、まあ人間の喋ってる言葉とか云々とかで、天気、特に僕の場合は、影響を与えています。なあ、その辺のところでコンピューターはどういうふうなつもりだったのかという部分ですね。以上です。